にちは、トラスト企画のみーくんです。今日の入庫車両はですね、日産のプリメーラオーテックバージョンになります。早速車の方を見ていきましょう。はい、外装から見ていきましょうか。ボンネットなんか、ステッカーの剥がし跡がたくさんありますね。はい、バンパーも、汚いバンパー、ああ汚いって言っちゃいけないですね、ちょっと汚れてる感じ、掃除が行き届いてないバンパーがついてますね。はい、ホイールも純正のホイールがついてます。窓ガラスがちょっと曇ってますね。どういうことですかね。ちょっと中開けてみます。うわー、なんと泥だらけ、足元からシートまで。うわー、もったいない。ダッシュボードも水たまりになってます。リアシートも、うわー土が、あーなんか冷たい、足元は完全に水たまりになってます。うわー泥がいっぱい。どのくらいこれ水入ってきたんですかね。この辺ですかね、この辺シートの上ぐらい、若干シートの上ぐらいですかね、ぐらいまで水入ってますね。ということはメーターの方は大丈夫なんですね。さっきダッシュボードの上に水溜まってたのは多分中の水が蒸発して、ダッシュボードの上に溜まっちゃった感じですね。うわー残念な車ですね。うわー汚い感じになっちゃってます。エンブレムオーティック、マフラーも、藁が詰まってますね。ここになんかものすごい大きいへこみがありますね。はい、助手席から開けてみましょうか。うわーもっとひどい。笑うしかないですねこれ。うわーかわいそう、車がかわいそう。うわー助手席も、うわーひどいなこれ。ちょっとエンジンルームをちょっと見てみましょうか。はい、じゃあエンジンルームを見ていきましょう。水没の車なんですけど、もし自分がその水没になった時に、水没になりそうになった時に一番最初にやってもらいたいことってあるんですよね。それは何かっていうと、車って電気使ってるんで、こういうふうにバッテリーのマイナス端子をですね外してもらいたいんですよ。外してないとセキュリティが働いちゃったり、違うところでショートしちゃったりとかして電気圏が壊れていっちゃうんですね。なので、わあ水入ってきちゃったと思って、もう車動かせないってなった時にはとにかくバッテリー外す、これね一番最初にやってください。で、当然エンジンかけたりとか絶対しないでください。はい、じゃあ車の方詳しく見ていきましょう。うわーやっぱりちょっと栃木県のお客様なので、畑じゃない田んぼですね、田んぼの藁がいっぱい刺さってますね。はい、流れてきた藁ですね。
あ、いっぱいありますね。わあ、いろんなところにもう入り込んじゃってますね。ただこれエンジンなんですけど、おそらくさっきシートのところが、あ、シート上まで入ってたんで、エンジンのヘッドの方までは絶対水来てないと思うんですよね。もしかするとこれうまくやればエンジンかかるようになるかもしれないんで、その辺をちょっとやってみたいと思います。じゃあとりあえずこれから、洗車して、かかるかどうかやってみたいと思います。はい、開けたらヘドロがいっぱいついてるんで、こういう場合はですね、通常このパーツクリーナーというものを使って、泥を落としていきます。まあ水で洗っちゃってもいいんですけど、パーツクリーナーの場合は速乾性なんで、まあその、乾きやすいっていうのがあるんで、これを使います。だいぶ綺麗になってきましたね。はい、でこんな感じでヘドロを落として、はい、で裏側なんですけど、裏側はほぼほぼ綺麗なので、これはこのままにしておきます。でこういう状態になって、これをですね、天日干しします。でこのまま放置しておきます。はい、でこれは後で使えますから、じゃあこういう感じで終わります。はい、エンジンオイルの方を確認していきたいと思います。レベルゲージ、オイルのレベルゲージを見る限り、エンジンオイルの方は、水が混入している形跡はありません。ただ、レベルゲージにつかない下の部分に、水が混入している可能性もあるんで、念のためにエンジンオイルは、抜いていきたいと思います。はい、じゃあエンジンの方を抜いてもらいましょうか。エンジンオイルをドレーンボルトの方から抜いていきます。真っ黒いいい感じのオイルですね。チョコレート色になってません。水が混じってないってことですね。ということはですね、エンジンの方は水が入ってないので、もしかすると大丈夫かなっていう感じがします。はい、で念のためにですね、ラジエーターの方ですね、ラジエーターは別に水が混入しててもいいんですけど、この場合の水っていうのは、常に汚れた水なので、万が一のことも考えて、ラジエーターの水の方も抜いていきたいと思います。はい、先ほどはエンジンオイルの方は特に問題がなかったと思うんですけど、ラジエーターの方ですね、上の、キャップを、ラジエーターキャップを開けてみる限り、ちゃんと規定値まで入っている緑色の液体が入ってますので、特に問題ないんじゃないかなと思われます。リザーバータンクの方もですね、特に問題がない状況で、入っていると思います。じゃあ一旦下から抜いてもらいましょう。今ドレーンの方、下のドレーンボルトを抜きます。ちょっと一旦カットでちょっと一旦カットらしいです。はい、ちょっと手こずってる感じがしますね。もしかすると、田んぼの藁がまだ詰まってて見づらいでしょうか。まだ、入りたての社員なので、ちょっと手こずってる感じがしてならないです。やばいって言ってますね。今ちょっと若干焦り気味ですね。はい、ちょっとカットしてくれって言ってますね今。舐めちゃいましたね。舐めた仕事しちゃいましたね。いや待ってください、ちょっと待ってくださいって言ってますね。マジで俺はいい仕事本当はしてるんだ。今回だけ失敗しちゃったって言って、いやいやそんなことないよって言って。
お、準備できそうですね。はい、はい、ドレーンを外します。緑色の液体が出るといいですね。はい、じゃあ通常上のキャップも抜くとですね、抜き入り、おーっといい感じに緑色の綺麗な液体が出てきました。水が混入してる形跡はありません。よかったですね。エンジンも、ラジエーターも生きてそうですね。これは期待大ですね。はい、コンピューターが綺麗に乾くのを待って、ちょっとエンジンの始動をしたいと思います。はい、本来ですと、今エンジンオイルとラジエーターの液を抜いて確認したと思うんですけど、実は一つ忘れちゃいけないのがもう一点があって、実は燃料タンクに水が混入してるっていうケースも絶対とは言い切れないんですね。はい、なので通常、GTR とかでもし冠水した場合はですね、燃料タンクの、燃料も抜いていくっていう作業を行っていきます。じゃあこれからですね、ちょっと、今こういう状態になってますけど、これがエンジンかかるかどうかやっていきたいと思います。日産のプリメーラオーテックバージョン、果たしてエンジンはかかるんでしょうか。今ですね、エンジンオイルを新しいの入れまして、ラジエーターの液も入れました。これちなみに映像に映ってないんですけど、燃料も、新鮮なものに交換しました。じゃあ早速かかるかどうかやってみたいと思います。かかりますかね。ちょっとドキドキしちゃいますね。はい、じゃあ、エンジンかけてもらいましょうか。かかるかな。おおっと、エンジンかかりました。水没な車がですね、今エンジンが始動しました。まだ調子は悪いですけど、とりあえずアイドリングしています。やったー、エンジンかかった、よかった。エンジン止めちゃさっていいよ。はい、はい、はい、やったはい、エンジンかかったね、よかったね。はい、プリメラの方出来上がったみたいですね。早速、車の方見ていきましょう。外装ですが、ボンネットとか、ステッカーの乗り跡があったと思うんですね。この辺とかこの辺とかにいっぱい、それはうちの方でステッカーの乗り剥がしを使って、綺麗に剥がし取りました。はい、外装の方は綺麗になってますね。はい、いい感じ。ちょっとリアスポイラーのあたりはですね、はい、まだ少しなんかノリが残ってるような感じがします。はい、マフラーも、マフラーもなんかピカピカになってますね、マフラーとかもね。はい、はい、あ、ちょっとまだもうわらがついてますね。まだ甘い感じですね。はい、下回りもう少し綺麗にしていきたいと思います。まあ、とにかく車の方は仕上がってきましたので、早速ですねエンジンをかけて、ちょっと試乗をしていきたいと思います。じゃあとりあえずエンジンかけてみましょうか。あー、なんかシーシャが濡れてるからなんか
まあ乗るとなんかお尻が冷たくなっちゃうかもしれないですね、これ。エンジンかかりました。ちょっとエンジンルームをちょっと見てみましょうか。おー、エンジンかかってます。ちょっとカリカリ言ってますけど、エンジンかかってますね。回ってる、ちゃんとエンジンの調子いいみたいですね。はい、じゃあ早速試乗していきたいと思います。はい、早速、試乗していきたいと思います。マフラーもちょっといい音してますね。お、早い。だらけだったのが嘘みたいなぐらい。